韓国の男性グループ BTS のジョングク27が14日愛犬の写真を投稿しているインスタグラムアカウントを更新した画像ジョングクがインスタに投稿したメッセージジョングクは愛犬のインスタグラムアカウントに青、ピンク、黄色、緑、紫の色のハートの絵文字を投稿愛犬バムの写真を投稿し アーティストに罪はないと英語で綴った絵文字の色はニュージーンズの楽曲ニュージーンズのメガボルトでメンバーそれぞれを表現しているキャラクターの色と合致するまた同日には英語で彼らを利用しないでくださいとも投稿している BTS が所属している韓国の芸能事務所 HYBE では傘下の会社 a d o に所属している女性グループニュージーンズ を生み出したことで知られるミーヒジン氏は8月27日取締役会でアドアの代表を解任となったニュージーンズのメンバーは今月11日の YouTube 生配信で25日までにミン氏を代表に復帰させてほしいなどとハイブに対して訴えていたこうした背景からジョングクの投稿について SNS 上にはニュージーンの応援 フ部イブへの意見だと思うなど、X、w ツイッター、など SNS 上には様々な推測が投稿されている。